急遽用意されました3分1ラウンドエキシビションマッチということになります。山口博人対山口優真の兄弟対決、兄弟喧嘩が勃発してまいりました。さあ直樹さん、まさかこのエディオンアリーナ大阪で兄弟で対戦するということになるとは思いませんでしたね。思わなかったですね、そしてね、お兄さんの博人選手、はい、入場を見たらとんでもないやる気ある顔してましたわかります。いや当然この試合に向けてここまでね、あの準備はしてきたわけですから、ぶっ倒しに行きますみたいな顔してましたよこれ兄弟だからといってというところなんですかね、貝村さんね。何にも抜かないですよね頭ポンって可愛かったですね最初に頭を触っていきました山口博人ですが、いやただゴングが鳴ったら福士さんやっぱり表情変わりますね。ちょっと可愛いって言ったことを後悔しました今エキシビションでこんなワクワクすること久しぶりなんで、なんか楽しいです。お互い振ってますもんね、はい、まあ、ちょもいっきり振ってますよね、まあ、本来はオープンフィンガーグローブの試合でしたが、この試合は点を押すということになります。おい、あ、右、いや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 、強烈なパンチが入ります。そうでしょ、でしょ、ちょっと聞いちゃったじゃないですか、なんなら。いや、聞きましたよね、今ね。いや、なんかこんなことありますね。いや、壮絶な兄弟喧嘩がエディオンアリーナ大阪で行われています。3分1ラウンドのエキシビションマッチですが、いやいや、お互いも上がる。いや、これ兄弟一気になんかファンになっちゃいますね。いや、ですよね。かっこいいな。かっこいいですよ、めちゃくちゃ男気が。上村さん、はい、このエキシビションマッチはどういう気持ちで見ればいいんですかね。いや、もうどっちが倒れるんだろうっていう気で見てます私はということなんですかね、はい、いや、でも先ほどのパンチ見てもこれ倒れてもいいんじゃないかっていうぐらい、いや、本当ですよ ね、 ね、ありますよね、はい、迫力が。福井さん、福井さんどうですか。どうしよう、どうしよう。いやいやいや、見入ってますけれども、まだ指が折れてるんですか。いや、まだあの骨折した部分が感知していないというような話も聞いてますけれども、それでいてこれ受けてこの試合って、いやグラッと来てるぞ、ちょっと聞いてですね、はい、山口優馬グラッと来た。いや、ここも足を止めての壮絶な打ち合い、兄弟喧嘩、会場からは大きな拍手。いやいやいや、3分1ラウンドのエキシビションマッチ、まだ1ラウンドあります。いや、ナフさん、この打ちすごいですね。すごいですね、楽しいですね。いや、楽しい、めちゃくちゃ面白い。もう世界で一番面白い兄弟喧嘩ですよね。いやー、すごいわ。お互い疲れるぐらい投げてるじゃん、疲れちゃってるよ。パンチを出していきます。いや、でもこれをオープンフィンガーでやってるわけですからね、お互いちょっと疲れてるっすもんね、殴りすぎて確かに。いや、前に出ていく山口が前に出ていきます。普通に大きい投げてるっすもん。ラスト30秒。これ山口道場で毎回やってるんですもんね、これ名物そういうことですね。あ、これ名物なんですか。怖い。同じ山口道場、お兄さんの山口博人、そして弟の山口優馬、プロっすね、見せるっすね、はい、お二人とも。いや、バチバチに火花を散らして、ああ強烈なボディ、あ、ボディ来た。そしてフック、いやすごいっすね。いや、足を止めたの打ち合い、すごい。いや、かなり濃い内容の3分になりました。かっこよすぎる。本当ですね、なんか唯一のオープンフィンがなくなったので結構残念だったんですけど、私もです。超えてきましたね、すごい、さすが。ただこのお兄さんのピンチをこの弟の優馬選手も受けて立つっていうその心意気ってどうですか、神尾さん。本当になんかもう前回のもう壮絶な打ち合いだったんで、絶対ダメージも残ってるし、もうさっき言ってたみたいに、で、今年も怪我してる中でこの打ち合いを見せてくれるんですから、もう素晴らしい、もうプロフェッショナルな、なんか精神だなと思います。いや、そうですね、本当にありがたいです。ということで今マイクパフォーマンスがこれから用意されてということになりそうです。いや、見事に見せるエキシビションマッチを見せてくれました両選手です。でもこんなこと言ったらあれですけど、なかなか見れないじゃないですか、この兄弟対決。見られませんよ。見れてよかったなって、ラッキーだなと思いましたね、逆に。逆に、はい。いや、ただまあ次の試合も本当に楽しみなこの両選手だなっていうのは感じますよね。いや、そうですね、改めてまた見たいなって、公式戦で見たいなって思うようなエキシビションでした、
まあ、もう一人先ほど試合をしました、まあ、京谷選手はアンバサダーと、自称を名乗っていますけれども、どんな気持ちでこのエキシビション見たんでしょうか。京谷、弟の山内優馬です。どうなんやろ、滑った。まあ楽しんでいただけたら嬉しいです。で今回、ヒロトの相手が、軽量オーバーで試合に出れないっていうか、まあ、出ないみたいな状況やったんですけど、その中で、僕、ライズにも感じてますし、僕で何かできることがあればということで、兄弟エキシビジョンを提案させてもらいました。まあそうですね、自分で提案しといてなんなんですけど、夢のような時間でした。こういう、こういう場を作ってくださってライズの関係者の皆さん、代表の伊藤代表ありがとうございました。これからも山口兄弟よろしくお願いします。バトンタッチします。ちょっと感動しましたね。今日はまず、僕の試合中止になったのに、このリングに上げてもらって、まあ、ライズ関係者の皆さんありがとうございます。あとこいつなんですよ、こいつね、オープンイーガーのこの前の試合で骨折して、今はまあマシになってるんですけど、全く練習してなくて、今日だから2ヶ月半ぶりぐらいにグローブつけてやってるんですけど、それやのに昨日俺らエキシビションやって盛り上げようかって言ってくれて、こいつには感謝です。みんな拍手してください。おっと、ありがとうございます。照れてます、めっちゃ。あと僕やっぱ試合前に仕上げてきてるんで、もう怪我も何もないし、9月横浜、11月大阪、まあどっちも出たいですね。本年もちろんオープンフィンガーでよろしくお願いします。でここから僕らから上がめちゃめちゃおもろになってくるんで、楽しんで楽しんでください。ありがとうございました。じゃあ休憩しましょう。休憩です。休憩の振り場でありがとうございました。今一度存在の拍手をお送りください。という2人のマイクパフォーマンスがありました。いや、直樹選手、本当にこの心意気どうですか。いやもうね、試合も感動したんですけど、マイクも良かったですね。いや良かったですね。ここまで含めて山口兄弟最高ですね。なるほど、田村さん、これファンが増えるかもしれませんね。いや、ファンになりましたよ。なんかもう累戦弱いんでちょっとやめてもらいたいですね。ちょっとうるっときちゃいましたね。特に優馬選手のコメント、はい、なんかもう本当にもうリングインからそのマイクパフォーマンスまで全て本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。いや本当に内容だけじゃなくて気持ちのこもった本当に福井さんエキシビションマッチになりましたね。いや本当ですね、ちょっとしたらもう残念だったなっていう気持ちをもうなくして、これでよかったって思わせてくれる試合最高ですよね。はい、ですね。本当にありがとうって言ったですし、私もファンになりました。山口兄弟のエキシビションマッチをお伝えしました。